ガラス街道の宿場町の一つ、赤間宿と呼ばれたこの地は、明治から大正時代にかけて大いに栄えました。500メートルほどの通りには、今も昔の面影を残す建物やお店が並んでいます。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると、心に残る風景がある。夢クルーズ。ブロートゥーバイ福岡県ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダベゼルハイブリッド。宿場町の面影を伝える建物の一つが、宗像大社に御神酒を納めている勝谷酒造。街道沿いの町屋は間口が狭く奥行きが深い造りになっています。薬局として使われていた古民家を改装して昨年オープンしたのが花歌コーヒー。レトロな雰囲気の焙煎室では地域にちなんだ名前のブレンドコーヒーを作っています。赤間宿には映画海賊と呼ばれた男のモデルになった二出光佐三の聖火も残されています。散策の休憩には赤間宿の観光施設赤間会へ。日替わりランチは地元で活動する13のグループが交代でおもてなし。今週末は通りを賑やかに彩る赤間宿祭りが開催されます。赤間宿へのクルーズはホンダベゼルハイブリッド。 SUV の力強さとクーペの美しさを融合したフォルム、空間そのものの心地よさにもこだわっています。この番組は福岡県ホンダカーズの提供でお送りしました。